こちらの看板にもスーパー猫の日書いてありますね。こんにちは。今日はよろしくお願いします。2017年にオープンした猫カフェオッポ。家に猫がいる生活をイメージしてもらおうと民家を利用した店舗です。6匹の猫が出迎えてくれました。この愛ちゃんですね。生後11ヶ月目ぐらいの、女の子の猫で、あるお店屋さんの前で、捨て猫として捨てられてたのかな。実はこのカフェ、猫と里親をつなぐことを目的としています。猫たちは訳あって飼い主を失った保護猫です。やっぱこういう保護猫をね、愛情を注いでもらえていただくっていう場がいろんなところにあるといいなと思います。これまで里親に迎えられた猫はおよそ140匹。今年からは新しい取り組みも始めました。それがエイズウイルスを持った猫の受け入れです。普通の猫よりも免疫力が低いため、気温変化の少ない室内外が譲渡条件ですが、発症しなければ普通の猫と同じように暮らせます。春夏秋冬、一定の環境、決まった家族さんとともにずっと暮らせると、この子たちも発症しないで一生幸せに暮らせる可能性が高いので。猫カフェオッポではお試しで里親になれるトライアル期間を設けていて、里親と猫両方にとって幸せな譲渡を目指しています。どうせ猫を飼うのであればペットショップとかではなくて、まず保護猫を迎えていただけるのが、猫も救われます、助かりますし、いいご家庭にもらわれるご縁をつなげればいいなと思ってます。